もう理解したか。じゃあまた遊ぶよね。そうか、ポンちゃんはこういう感じも好きか。この紐がついてるのとかもいいのかもね。はい。はーい、ジャン君。そしてポンちゃん。ポンちゃんちょっとブラシしようかな。ポンちゃんすごい。ザラザラし始めて。あれが大好きなのね。うん。そうなんだね。はい。あっちのピンクのやつはどこ行ってる？ジャンプ用の。あれを、ポンちゃんそれでブラシしてあげれば。うん。あんまり毛が取れないからね、これだと。うん、ポンちゃん。ポンちゃん。はい。ポンちゃん、はい、ピント合わない。ポンちゃん、ポンちゃんボケボケ。ジャン君、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 このソファーの上気に入ってるね。ねえ、ジャン君も乗るようになったね。はい。ということで、突然ですけれども、ムーミンいただきました。ムーミンのカンカンは、カンは何かな？中身がよくわかんない。開けてないから。クッキーかな？なのかな？あ、ビスケット。というのが開くまでの間にこちらも紹介します。これはジャムだね。ラズベリージャムって書いてある。なるほど、北欧のイメージだね。そうだね、はい、ムーミンありがとう。ムーミン好きの人がうちにはおりますので、うん、そしてハンカチだね、これ、うん、ありがとうございます。いただきました。フクロウの、あと、あ、フクロウ好き、コーヒー好きありがとう。すごい、ちゃんと考えられています。分かってもらって。そしてゆかりって、これあれはふりかけ？違うよ、おせんべいでしょ。あ、そうか。エビのマークになってるけど、美味しいやつ。これも後で開けたら、うん、ご紹介しますね。じゃん、はい、開きましたが、かわいい袋に入っていて見えないけど、多分ムーミンとかの形のビスケットだと思うよ、うん、はい、開けた時にもう一回だけ取りますね。その前に猫の絵本。絵本、名前のない猫。はい、この作家さんの絵は大好きです。はい、絵本屋さん大賞なら間違いない ね。すごいね、絵本屋さん大賞第1位、うん、絵描かなきゃ。そういう方向に、あ、やべえって思っちゃうんだけどね。この人のね、絵本はね、いつもにゃんこが可愛いの、すごいリアルで可愛いの。うん、可愛いじゃん。可愛いよね。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。
たー。ゆかりも開ける？ジャン君に、はい、開けましょう。じゃあゆかりも開ける。はい、ピグモン。ピグモンじゃないわ。ピグモンじゃないよ。これ何？スティンキーかな。おーの、クッキーでした。ビスケットです、あ、ビスケットです。クッキーとビスケットの差が、あ、わかんないな。この間説明されたような気がするけど、バターの量とか書いてあった気がする。なるほどね、うん、ありがとうございます。美味しく食べさせていただきます。ちゃんと色がね、ちょっとピンクっぽいの、ラズベリーっぽい色してる、うん、はい。そしてこちらもピンクのゆかり、これはエビの色だね、うん、これはおじちゃんの方、これおじちゃん、さっきのはまおいさんということだね。私もゆかり好きなんだけど。まあ、渋好みということでね、うん、はい、どうもありがとうございました。ニョロニョロ、わかりやすい、ニョロニョロです。ニョロニョロです。ちょっと食べないでね、食べないでね、食べないでね。キュン君の食べたい感じじゃん。仲むつまじい、お二人さん、かわいいの、お二人ともにょ。おばちゃん何ムズムズしてた。さっきまでペロペロしとったよ。ポンちゃん、いい子や、いい子や。ポンちゃんもいい子や、いい子や。あ、ジャン君が頭舐めてもらったにゃん。おばちゃんもね、いい子だにゃん。ジャン君もいい子だにゃん。ジャン君、ポンちゃん、またエコバッグが増えてますね。というのも、またまたいただきました。マグロ昆布とマグロ角煮、美味しそう。美味しそうだね。ごめん、君たちにはあげられません。ごめんね、あげられないんですよ。パパとママとバウターで食います。そしてその横にはジョイーン。はい、かわいいね。これは誰？ずいぶん平たい顔を、昔チョキっていう子がこんな顔してましたけどね、うん、はい、そのお友達として 鳥、青い鳥いただきました。はい、そしてそこにあるバスは何？バスはね、クッキーだったっけな。クッキーです。はい、はい、これはクッキーバスになります。おー、ごめんね、はいはい、ポンちゃん、ポンちゃん、はいはい、はい、ポンちゃん、どうぞ。あ、隠れる。はい、そしてこれは、これ開けましょうか、うん、開けましょう。じゃあこれ開けます。リボンがついてるからね。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんだろう、なんか入れ物に入っていた。よいしょ、なんだろう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 。なんかかわいい瓶みたいな。あ、なんかかわいい、かわいい入れ物。あ、うわ、服かな。あ、これもクッキーが入ってるよ、はいはい、なんか入れ物がかわいいね。かわいいね。なんと言えばいいだろう。キノコでもないし、なんだろうね。テントみたいな。でも木なのかな。テントみたい。かわいいね。そうだね。はい、ありがとうございます。かわいいものっていっぱいあるんだね。そうだね。そしてバードリーフクッキーキャニスターって書いてあった。バードリーフ、あー、鳥さん、木の、まあ木ってことなんだ。木を模してるって書いてある。リーフだからね。うん、葉っぱだね。木のじゃない。バードだから鳥の葉っぱ。鳥さん、あ、鳥さんもいた。鳥さんとか葉っぱとかの柄が浮き彫りになってます。なんかね。うん。そしてぬくもりバッグ。ぬくもりバッグ。ぬくもりバッグって何でしょうか。何でしょう。ジャン君とポンちゃんはずっとそこにいるの？ぬくもりバッグ。あ、いわゆるエコバッグなのかな。いや、この中に、うん、何か桃加工品って書いてあるよ。山形県産。どういうこと、どういうこと、どういうこと。お菓子なんだろうね、きっと。これ、これ結構きっちり、うん、きっちりきっちり、あ、挟む。
サミハサミこれをパチッパチッ、なんかいろいろ入ってるっぽいよ。ぬくもりだから体に良さげなやつ玄米と五穀の食べるスープ、あーそういうこと、美味しそうかも、はいはい、あとうちの母が好きそうで、おからクッキーやっぱ体がそう、ね、体にいいぬくもりだから優しい系、健康になるよという感じです。あ、ジャムも入ってるよ。はい、こちらのジャムは見えないなんか蜂蜜っていう字が見えたんだけど、あ、ジャムじゃなくて蜂蜜ってことかな。黄金糖と蜂蜜、蜂蜜、あ、桃が入っている蜂蜜ってことだね、うん、そうだね、蜂蜜を使ったジャムとも言うかもしれない ね、 ういうね、はい、美味しそうだね、綺麗、はい、だね、はい、うん、何って、そしてまだあるよ、あ、そっか、もう一回やった、はい、あ、いっちゃったはい、ポンくんとポンちゃんのおもちゃです。これです、これです、パプリカの猫じゃらし、なんかそれも体に良さそうな感じこんなのあるんだね、ね、パプリカ、初めて見た、パプリカ、あ、パプリカ、いいね、ポンちゃん引っかかるねすぐに、はい、あ、いいね、ポンちゃん、はい、受けました。あと、ハッキーさん、こっちはジャン君どうかな、はい、ジャン君、はい、お、取る？え、ポンちゃんが遊んでる。お、ジャン君は。あ、遊んだ。はい、一発で受けました。こっちも。ノリノリでーす。こっちちょっと開けてみましょうか。うん、開けるね、いいね。お、大丈夫。テンション上がった。あ、ジャン君も遊んで遊んでる。いいね、ジャン君。すごいね。ちょうどカミカミにいいのね。出した途端にこんなに食いつくっていうのは珍しい ね、 ね。あ、落ちた。あ、落ちた。ここ取れちゃった。結んでた紐が取れちゃったんだね。じゃあそれを、ちょっとったら引っつけるからね、ポンちゃん。よいしょ、よいしょ。早い。ポンちゃん早いからな。新鮮野菜。つるつき。これのここについてたんだね、きっとね。うん、ここに、はい、後ほど、ポンちゃん、はい、どうもありがとうございました。ちょっと乱雑に並べちゃってるけどね、ちょっと、はい、これも入れ物もちょっと、あの、あれみたい、信玄餅の入れ物みたいで可愛いです。これもちっちゃいエコバッグになったね、あとこれも、はい、おもちゃの入ってたやつもちっちゃいにゃんこの絵がついてるな、バッグです。はい、どうもー、よかったね、にゃんくん、ぷんちゃん、ぷんちゃん、ちょっと邪魔でどかしてあげましょう、はい、乗ってる、もう見切ったか、さっきね、つけてる途中で飛びついてきたんだけど、もう理解したか、いや、また遊ぶよね、うん、そうか、ポンちゃんはこういう感じも好きか、この紐がついてるのとかはいいのかもね、紐ちょっとこれ出しましょう、鈴とかついてても全然 OK だよね、うん、
外と音好き？むいちゃん。動きません。今日もらったパプリカ。パプリカ。今はどう動けばいいんだろうな。パプリカの動きの基本が分かりません。